大丈夫か？大丈夫？当たんなかった。それじゃあハンドル切り返してよ。3年ですから、おそらく当時10歳ぐらいなんですけど、彼女は、その後アイドルデビューするんです。でいて、その聞いたことない曲が2曲ぐらい書いてあったんです。で、その後の略歴がすごいんです。
クセット部屋だ。Yang ngeramen jatak semua. Apanya itu yang sopir? Itu, terus.